んこんにちは、おさきです。研究生のほのかです。やっほー、さくらです。はい、この度ぬるぷちから重大発表がございます。はい、発表しちゃっていいですか？どうぞ。お願いします。言っちゃっていいですか？お願いします。実はぬるぷち、なんとなんと出産登校になります。週2でもちょっと物足りない感じしたから、1週間のうちに3回メルプチが見れるということで、うん、そうですね、でかいじゃないですかね。確かに。その週3投稿では、まあ、おさくみみの動画があったり、まあ、新メンバーだけのね、動画があったりするんですけれども、あのやってみたい人数増えたじゃないですか、やってみたい企画とかってあるんですか？人数増えたからなんかできる、イヤホンガンガンゲームとか、大人数でやったらもっとごちゃごちゃになりそうっていう、確かにそういうのが楽しいのかなって。うん、イストレゲームとか人狼とかってやっぱちょっと4人とか3人とかじゃやっぱできなかった部分もあるじゃないですか。そうね、大人数だからこそできる遊びとか、ちょっとなんか確かに運動会みたいな、すごいね。確かに確かに、バトルとか、何対何で戦うとかやってみたい。確かに、うちはバトル系したいなって思ってるんだけど、なんか個人個人で戦うのもいいけど、やっぱチームに分かれて、そうだね、団結を深めていきたいなって思ってます。あとやっぱり、まあ、いろいろ本当に全部が落ち着いてからだけど、あの旅行にも行きたい。あー、行きたい、めっちゃ行きたい。あと新メンバーの方はね、メルプチ道場でしたけど、感想の報道はどうでしょうか？やっぱりあの先輩方があのいないから、なんかすごい難しかったりとかもするけど、でもなんかそのメルプチ道場でなんかトーク力とかリアクション力とか演技力とかいろいろなんか上達できたらいいなって思います。頑張って、見とくね、毎日見るから。毎日っていうか毎回更新されたら見ます。その進行とか、先輩メンバーがいないと止まっちゃったりとかけど、そのどんどん積み重ねていくうちに、あの YouTuber のものを取り入れたいなってめっちゃ思います。でも本当にね、回数含むごとに本当に成長してるし、なんかね、私なんて最初のやつ見たら分かると思うけど、マジ何も喋れてなくて、私たちもさ本当になんか負けないようにっていうか、もうなんかこうどん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 道場でさ、メルプチ道場で道場だけ言うとなんかちょっとかっこいいけど、メルプチ道場で鍛えていったらさ、うちもなんか急に目立たないみたいな、ちょっと私もメルプチ道場やりたいんで、なんか入っていいのかな、私もちょっと やりたいです。なんかちょっとやっぱ鍛えたいから、私もちょっと独学できたので、あの週3投稿ぜひ皆さん毎週3回見てください。見てください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。